皆さんおはようございます。木曜日のベストメディアです。この番組の MC をしている有木啓太です。今日は7月30日ということなんですけど、梅干しの日だそうです。和歌山県みなべ町の東農園がこの日を制定したみたいなんですけど、梅干しを食べると何が去ると昔から言い伝えられていて、7が何、3がさ、0がるということで、今日は梅干しの日なんです。皆さんは梅干しは甘い派ですか、それとも酸っぱい派ですか？僕は断然後者です。早速今日の再生リストを紹介したいと思います。今日はダンスに関するベストな動画を全部で5本集めました。そしてこの再生リストの一番最後では、今日紹介する各動画の解説もしていきます。まず最初はアメリカのダンス動画からなんですけど、すいません、動画なんですけど残念ながら削除されてしまいました。2本目は去年日本で行われた YouTube ファンフェストに登場していたマーキース・スコッタさんからのダンス動画です。ダブステップとロボットダンスを組み合わせたダンサーとしてとても人気です。3本目、アパレルブランドのディーゼルとファッションカルチャー誌の ID マガジンが制作したダンス動画です。アルファベットの A から Z までのダンスと技を披露しています。4本目の動画はベストメディアを見てくれている Twitter ユーザーのヒイラギ・ノクトさんからのおすすめ動画です。 PS4 でのリメイクも決定した FF7 をテーマにしたダンス動画です。マイク・ソングさんのチャンネルは魅力的なダンス動画で溢れています。ということなんですけど、 PS4 版の FF7 のリメイクとても楽しみですよね。 FF7 をテーマにしたダンス動画を見るのがとても楽しみです。最後はスペイン出身の YouTuber トニー MC からのダンス動画です。マーク・ロンソンのアップダウンファンクの曲に合わせてダンスをするんですけど、バルセロナでゲリラダンスをしてしまう内容がとてもかっこいいです。以上5本が今日のラインナップなんですけど、この番組を始める方法はこの動画の説明欄にあるベストプレイリストのところにある URL を押してみてください。再生リストを使っている状態になるので、何もしなくても動画は自動的に切り替わってきます。それとこの画面の右上にはカードというボタンがあるので、そこからでもこの番組を始めることができます。動画の説明欄かカードです。始められますよ。皆さん準備ですか？それでは木曜日のベストメディアのスタートです。